こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では全身ユニクロで2月コーデというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今2月なんですけども、まだまだ寒くて雪が降る日もあったりするわけなんですが、そろそろですね、冬の着こなしに飽きてきたという方も少なくないのかなと思っています。現に僕自身がそうなんですが、まあ、これぐらいの季節になると冬服もしっかりと楽しみながら少しずつですね、春の装いに切り替えていくというような、そういったタイミングなのかなというふうに思っています。ですので今回の動画ではですね、2月のコーディネートということで、冬に対応した着こなしだけではなくて春物も使いながら、ある程度の寒さをしのぎ、新鮮な気分をですね、楽しんでいただけるような全身ユニクロコーデを3つご紹介してみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。基本的にこの時期はですね、いかに重ね着をして、レイヤードを楽しむのか、ここがですね、重要になってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お手持ちのユニクロモードですとか、もしくは今回ご紹介するものがなかった場合は、似たようなものを合わせてもらったりですとか、今回ご紹介するユニクロのアイテムはですね、店頭で置いてあるものも少なくないので、少しずつ買い足しながら、2月の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的なコーディネートを皆さんに解説をしていきたいなと思っています。まず一つ目はですね、こちらダウンをメインとしたコーディネートを皆さんにお見せしたいなと思っています。こちらはですね、昨年購入したユニクロとホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションのダウンですね。まあこれがですね、個人的にはユニクロのダウンの中では一番気に入ってるかなと思っています。そんなにですね、ボリューミーで厚みがあるわけではないので、めちゃくちゃあったかいかと言われると、そうではないんですが、ダウンを着た状態で電車で移動したりだとか、車で移動するときにはですね、まあこれぐらいの厚みでも僕は十分かなというふうに思ってます。一日中外にいるとかそういうことではなければですね、十分かなと思ってるんですが、ダウン自体すごくシンプルなデザインではあるんですが、ポケット使いなんかがですね、一つのアクセントになっていて、個人的にはこのデザインめちゃくちゃいいかなと思っています。そして何よりもですね、このジップですね、ここが気に入っていまして、こちらダブルジップになっているんですね。これのおかげで内側に着てるものをチラ見せできるというところが最大のポイントかなと思っているんですが、まあ、一番外側はダウンでカジュアルという形なんですが、内側にはですね、こちら、プラス J の1年前のですね、スタンドカラーシャツですね、ストライプ柄で、ちょっとこうですね、クレリック状になってるものですね、これが大好きで、もう1年間めちゃくちゃ使ってるわけなんですが、ちょっと似たようなものが今現在なくてですね、スタンドカラーではなくて、普通のレギュラーカラーのストライプシャツですね、先日ご紹介したもの、こちらに出しておきたいなと思うんですが、こちらで代用していただいても構いません。ダウンの下にはシャツを着ることで、僕はちょっと綺麗さを出してあげるのが、個人的にはバランスがいいかなと思いますし、あとはダウンよりも着丈がちょっと長くなるので、この長さの違いを楽しむというのも意外とバランスがいいかなと思うので、こういったスタイルぜひ皆さんもお試しいただければと思っています。そして先ほどお伝えしたようにダブルジップになっていますので、このようにですね、襟元からとか、あとは裾の部分からですね、下に着ているもの、シャツが見えるというのがですね、意外とバランスがいいので、このような形で2月のコーディネートを楽しむのもバランスがいいかなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、僕はこうダウンのようなカジュアルなものは、もうワントーンでブラックで合わせてしまうことが多いんですね。ダウンもブラックで、ボトムスもブラックということで、まあある程度カジュアルさを抑えてあげると、バランスが良くて大人の男性にも似合いやすいかなと思ってます。これはもう1年前に購入したやつですね。ユニクロ U のですね、ワイドフィットテーパードパンツ。僕はちょっと太めのボトムスが好きなので、こういった形でサイズ感を今っぽくしていますが、ユニクロの定番のスマートアンクルパンツで合わせてもらっても全く問題がないかなと思っています。そして足元はですね、ちょっと春らしさ、明るさも出したかったので、ホワイト系のレザースニーカーですね。今回はですね、アディダスのスーパースターを履いていますが、まあ、前回ご紹介したようなオールスタークップだとか、あとはですね、グリーンレーベルのジャーマントレーナーだとか、そういったものでも全く問題がないかなと思っています。まあ、このような形でね、シンプルなんですが、ところどころアクセントが効いているような着こなしも使い勝手がいいかなと思ってます。ポイントはですね、内側に合わせたシャツですね。これをですね、襟元からですとか、裾からちょっと見せながらですね、少し綺麗めな雰囲気に振ってあげるとですね、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、よかったら一つの参考にしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今回はですね、こちらのコートが主役になりますね。
こちらは春夏のユニクロ U の新作、ステンカラーコートのダークブラウンですね。僕の動画の中でも何回か解説してるんですが、実物を持っていなかったので、さすがにですね、今回は購入しました。似たようなものを持っていたので散々迷ったんですが、やはりこの色の雰囲気ですね。ベージュとブラウンの間ぐらいの非常に気になる仕上がりですね。そして表面にちょっと光沢感があるのがとても気に入っていまして、こちらの春コートをですね、なんとか2月にも使えないかだということで、重ね着をすることでこの季節に持ってきてみました。この内側に着てるのはですね、これまた今季の新作となるデニムのワークジャケットですね。これがなかなか良くてですね、春のですね、丈の短いアウターの中ではナンバーワンの仕上がりかなと思っています。こちらのアウターに関しては他の動画でしっかりとですね、解説をしてますので、そちらを参考にしていただければなと思ってるんですが、このようなロング丈のアウターの内側にショート丈のアウターを入れるという着こなし、実はですね、おしゃれ中級者の方はよくやるんですね。特にですね、こういったデニム系のジャケットとか、いわゆるGジャンみたいなものをロング丈のコートと合わせることは、僕自身もよくやるんですが、そういった着こなしをしていただければ、割とですね、重ね着効果で、2月でもですね、そこそこ暖かいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなと思っています。そしてその内側にはですね、ちょっと見えづらいんですが、白のバンドカラーシャツですね、同じくユニクロのものを合わせています。まあ、全体的に色が濃く、このちょっとの白の分量が見えるだけで明るさを取り込むことができるので、襟元だとか、あとは裾にも少し見えるような形にしてあげるとバランスがいいのかなと思っています。そしてボトムスはブラックですね。上半身がベージュとかブラウン系なので、ボトムスは引き締めてあげるとバランスがいいので、今回はもう定番のスマートアンクルパンツですね。ステンカラーコート自体が割とこうボックス型でそんなにシャープなものではないので、今度はボトムスで引き締めてあげるという形で、そこそこ細身のですね、スマートアンクルパンツが相性がいいかなというふうに思っています。そしてこのようなステンカラーコートと結構足元のニューバランスですね。これが相性がいいので、僕は今回こちら、グレーのですね、992を合わせてみました。最近は1500とか他のものも買ったので、まあそういったものでもいいかなと思いますし、先ほどご紹介した白レザースニーカーとかでも全く問題なく合うので、お手持ちのものでですね、バランスをとっていただければなと思っています。このような形で春コートを使ったとしても、内側にもう一枚アウターを着ると、ある程度ですね、暖かさを確保することができますし、あとはコートを脱いでも着こなしが成立するっていう点も、なかなか便利じゃないかなと思います。ちょっと実際に脱いでみますね。こんな形です。はい。まあ、実際にこう、コートを脱いでも、こういった形で、内側はですね、デニムジャケットを着ていますので、一つ着こなしが完成しているので、意外とですね、ロング丈のアウターとショート丈のアウターの重ね着は、すごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、こちらも今季のユニクロ U のアイテムなんですけども、ダークグレーのですね、トレンチコートを主役とした着こなしになっています。先ほどはですね、ちょっと明るめのベージュとかブラウン系の色合いでしたが、今度は暗いトーンのですね、アウターなんですけども、素材感としてはすごくですね、軽くてラフに着やすいようなこちらのコートですね。一応春コートになっているんですが、こちらをメインとしながらも、やはりこれ1枚だとですね、そこまで暖かくはないので、内側はショート丈のアウターを着ている形になっています。こちらはですね、同じくユニクロ U の今季の新作なんですが、少しスポーティーなですね、着丈の短いブルゾンタイプになっていまして、こちら個人的にはめちゃくちゃ気に入っているんですね。こういったショート丈のものをですね、内側に着てあげることで、先ほど同様にですね、1枚脱いであげても着こなしが成立しますし、ある程度暖かさも保てるので、これまたすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。そして内側に着ているのは、これまた僕の動画の中では定番となっています、ユニクロ U のエアリズムのオーバーサイズコットン T シャツなんですが、こちらのパープルを取り入れることで、少しだけ春らしさだとか、彩りを加えるようにしました。そしてボトムスは手抜きで申し訳ないんですが、先ほどと同じですね、スマートアンクルパンツのブラックを合わせています。で足元はですね、白系のレザースニーカーで、今回はですね、ジャーマントレーナーを合わせて、少しだけ春らしい明るさを取り入れるようにしています。こういった着こなしもすごく簡単なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですが、今回の着こなしの肝となるのは、このトレンチコートと内側の少しスポーティーなアウターとの重ね着なんですね。割とこのような着こなしも中級者以上の方には定番的で、よくやるのがナイロン系のジャケットの上にロング丈のコートを着るみたいな着こなしなんですけども、そういったものを全身ユニクロでコーディネートすることも可能なので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。
ちなみにこちらのですね、オーバーサイズブルゾンは、フードはですね、内側に入っているので、これを出して着ることもできるんですが、個人的にはフードは出さずにですね、襟を少し立てながら着てあげると、すごくバランスがいいんじゃないかなと思っています。今、ジップは開いている状態なんですが、これ閉めてもらえれば、だいぶ暖かいです。本当に寒い時には、ちゃんとですね、前を閉じていただければ、ある程度寒さに対応することもできるので、まあ、このような着こなしもぜひ皆さん、試していただければなと思っています。ちなみに今回の3つのコーディネートの中では、割とこの3つ目のですね、レイヤードスタイルが個人的にはすごく気に入っていて、普段のですね、プライベートの僕のスタイルに近いかなと思ってまして、ぜひこういった着こなしもですね、まだちょっと寒くはあるんですが、2月でも日中10度以上の日であれば、全然問題なく着れるので、お試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では全身ユニクロコーデ2月編ということで皆さんに具体的なコーディネートをですね3つほどご紹介させていただきました。どれもですねそこまで複雑なものではないのでぜひ皆さんもですねお手持ちのものだとかもしくは手持ちのものだけではなかなか難しい場合は少し買い足したりしながらですね全身ユニクロコーデを楽しんでいただければなと思っています。まあダウンのコーディネートなんかは割とオーソドックスで使い勝手がいいかなと思うんですね。2月らしい寒さをですねうまくカバーするような着こなしかなと思うんですが、それ以外のですね春コートを使った着こなし、これがですねできると結構季節感みたいなものが出しやすいんじゃないかなと思っています。素材自体はそこまで暖かさがなくてもある程度重ね着することで暖かさは出すことができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね少しずつでいいので冬のコートから春コートに変えながらレイヤードコーデをですね楽しんでいただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。